画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトパークルーレットキラー編の方、やっていきたいと思います。それではね、早速ルーレットの方を回していきましょう。よいしょ。はい、というわけで出揃いました。発電機の進行度が 70% に達すると探知負荷状態が一定時間付与されて、なおかつその発電機から通知が来るガラクタいじり。生存者を運んでいる時の揺れ幅が少なくなり、担いでいる時間が長くなる、鋼の握力、通称鉄腕ですね。でオブセッションを叩くたんびにトークンを獲得し、ゲートオブセッション以外の人の、ゲート開放時間を延長するリメンバーミー、そして、近くにサバイバーがいるかどうか分かるささやきですね。ヒルビリー、フレディなんだけど、ヒルビリーもフレディも確か最近やってたと思うんですが、ヒルビリーは3回やってんのかな。ヒルビリーはもうすでに3回やってて、フレディはまだ2回なので、今回はフレディの方でね、頑張っていこうかなと、思います。それではゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあ、それではやっていきましょう。マップはレリー記念研究所チロシアターということで、アドオンは特につけておりません。やっていきましょう。よいしょ。さあ、一発でいけるかな？さあ、ささやきが反応しておりますが、どこだ？いないね。いないね。やばい、全然見当たらん。あそこの発電機かな。あ、いた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 。いや、血濡れとかマジ勘弁なんやが。よいしょ。やべえ、なんか欲しい。他のパーク、他の使いやすいパークが欲しいですね。よいしょ。オッケー。とりあえず蹴っとこうか。いやー、ガラクタよ。前回ガラクタ出た時はちょっと使えなかったんだけど、まともに。戻ってた。刑事トンネルしてもよかったけど、まあいいんじゃないかな。よいしょ。おうおうおう、びっくりした。ということはオブセッションが90いってたから、おお、どっちでもいいね。お、いいですね。いい感じ。いい感じにみんないるね。ん？やば。ん？いや、戻ってきてるね。よいしょ。さあ、この近づりはでかいよ。よかった、マジでレリケンでよかった。よいしょ。あ、そして鋼の握力でスイスイ運んでいけると。で、最初にここやる必要ないと思うんだけど、今回なんか向こう側に偏ってますね。
てかなんかほとんど、え、こあれ中央があれか、最前線か、いわゆる倒す。あ、オッケーオッケーオッケー、よいしょ。これはこの足跡っていいんじゃないかな。向こうにケイタもいると思うんで。よいしょ。タップから落としたいですね。うまそうなんで。おっと、引っかかる。あ、そうか、まだあれか、眠ってないのか。そこの板割ってからタップ釣りますか。よいしょ。いや、いいか。ストライクっぽいけど。ああ、残ってなかったか。よいしょ。でしっかりとリメンバーミーも貯めていくと。今回リメンバーミーとささやきだからゲート戦めっちゃ強いんじゃない？っていうのをなんか前回もなんかこの組み合わせで来てたからこれで言ったような気がするなんか前回もフレディやるときなんかリメンバーミーとささやきだったよね、ホーキンスかなんかで。いやでもこれはだいぶね助けられてる感はあるんで、サバイバーに。まあ、とりあえずゲットここでガラクタイジルがそこに加わってめちゃくちゃ生きてる感じがしますね。ケイトが行く。ケイト初釣りじゃなかった今。いいわ。あとはねジェーンを仕留めたいところ。うんー、ダメ。置いとこう。ジェーン捕まえてないから釣り数が少なくて不機嫌になっちゃう可能性がある、まあ、せめて残忍はキープしたいところですよね。あそこのカラスはさっき私があれですね、私があの飛ばしたカラスだと思われる。今回偏り方えげつないですね。ここら辺こっちかもしくは反対側にもう一個ぐらいあるのが普通なんですが、全然見当たらん発電機が。だから向こうの方から直すのが正解なんだよね。ん、君でいい。なぜなら君はオブセッションだしね。まあ、多分このジェーン5台分ぐらいはチェイスしてくれそう。さすがに無理でしたね。よいしょ。あとは地下釣って、まあ、地下がここにあるっていうのもめちゃくちゃでかかったかな。よいしょ。出るところだけ仕掛けておけばいいか。あとはささやきで、まあ、ここら辺にはいないなってことを、カンパしつつ。いやフレディガラクタイジリ強いね。やっぱりすぐワープできるから強いんでしょうね。あの発電機探知がやっぱ強いのかな。
多分向こうの方にいると思うんで、ハッチさえ見つけてしまえばって感じですね。いや、見つかってくれんかな。お、ハッチ発見。さあ、これでリメンバーミーのおののくがいい。なんやて、リメンバーミーやて。こっちですね。まあ、そもそもささやきが強すぎるわ、ゲート戦においては。いた。やはりことゲート戦においてはリメンバーミーとささやき被るからね、リメンバーミーが腐るんだよな。よいしょ。というわけでね、まあ、ガラクタいじりが強いですわ。まあ、何気にあの鉄板で運ぶストレスもなかったしね。なんかあのガラクタいじり以外はまあ基本的にあの、まあ、囁きも今回も良かったかな。結構ね、認知の範囲外でこう活躍するパークっていうのもあるんですよね。意外と C 強襲とか刺さったりね。キラー側ではあんまりよくわかんないけど、まあね、なんか知らんけどいろんなパークがいろんないい感じに刺さったっていう感じでしたね。うん、多分だけどタップこれかな。あんだけトンネルしたけどやっぱ結構点稼げてましたね。うまかったんですね。というわけで、今回は、ガラクタいじりとフレディの相性がいいのが分かった。うん、いろんな人が動画でこれ強いって言ってたんだけど、ちょっと半信半疑だったんだけど、自分で使ってて強さ認識しましたね。強いわこれ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。